スキウルミムスは、コエルロサウリアの恐竜の一族。現在のドイツのバイエルン州、パインテン近郊のライイーグル採石場より発掘された、弱霊個体の全身骨格に基づき、2012年の夏に、スキウルミムスアルベルスドエルフェリンが新属新種として、記載、報告された。この個体の骨格の全長は 719mm で、あるので、生体の大きさはそれ以上となる。 俗名のシュルーミマスとは、リス族と古典ギリシャ語でマネルからなり、いわばリスモドキぐらいの意味。時代としては、後期ジュラ紀キンメリーチキ後期に生息していたことになる。発見当初は、メガロサウルス科の様体と信じられていた。模式標本の頭骨、メガロサウルス類としての特徴をよく備える。加えて、神経トゲが側面から見て、 左右対称の斧の状である点、後方の椎骨では、神経棘の前方が低く方形であるのに対して、後方が丸く突出する点などが特徴として挙げられる。記載論文で注目を集めたのは、その保存状態も、さることながら、初期的な羽毛の痕跡が、尾の付け根などに確認されたことである。それまで羽毛はもっぱら、ディロングや、ベイピアオサウルスなど、重脚類の中でも、 よりとりに近いコエルロサウルス類を中心に記載されてきた。しかしよりとりから、当園のメガロサウルス類であるスキュールミムスにおいても、同様の羽毛が見つかったことで、こうした羽毛の起源がさらに時代を遡る可能性が生じた。ありがとうございます。